火の精霊、サラマンダー。アスタの話では白夜の魔眼の幹部についていたが、戦いの中で姿を消したと聞いていた。誠実豪気、民からの信頼も厚く、王族バーミリオン家長男にして大魔法騎士。兄上ならサラマンダーに選ばれて何の不思議もない。人間風情が精霊の加護を、それも最も汚れしい王族がなぜ。ランドール、起きたてで火加減ができるかもしれん。死なないように耐えろ。言うねえ。精霊に選ばれたとしても所詮は人間、我々エルフにかなうわけがないんだよ。兄上、炎精霊魔法、サラマンダーの吐息。火力が強すぎてかき消せない。熱、息が、空気が、全て持っていかれる。炎高速魔法、レオパルマ。副団長の体でもこれ以上の横暴は許さん。